枝鏡神社の獅子舞。枝鏡神社の獅子舞は、五穀豊穣、無病息災、家内安全を祈願し、町の鎮守である鏡神社に奉納するもので、神社の祭礼とともに行われています。獅子は独り立ちで、前獅子、中獅子、後獅子の3匹の獅子に冠勝がつき、4人で舞います。この獅子舞には獅子舞を褒める褒め言葉と、それに返礼する形の返し言葉の掛け合いがあることが特徴です。